はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。というわけで今回はですね、こちらの、ブルーベジットが主役っていうわけではないんですが、こんなパーティーで戦っていきたいと思います。ドラゴンボールスーパー最強戦士をね、全開アビリティガン乗せでこの3体戦士で使っていきたいと思います。っていうのもちょっとね、ベジットブルーなんだかんだでいつの間にか赤い一つになってたんで、久しぶりに使ってみたいなと思いまして、でなんかいいパーティーないかなと思ってたんですけれども、ベジットブルー、ゴジータブルー、ゴジータ4 この4体が弱いはずがないでしょう。フラグメントはこんな形で、採用しております。で、下の3人は絶対アビリティ要因ですね。ベジットブルーの全開アビ要因として、まあこいつは全体にかかってるね、バカヤロ悟空で、ゴッドベジータが、ゴジタブルーの全開アビリティ要因ですね。これは、ゴジボーには普通のアビリティ がかかってないですね。でマタナが、ゴジフォーの全開アビリティ要因ってことで、これ以上ない最強のパーティーが完成しましたので、早速こちらで PVP 回っていきたいと思います。さあやっていきましょう。お相手の方は GT パーティーですね。対戦よろしくお願いします。スーパー17号が覚醒参加出てくるのかな。あ、出てきますね。まあまあこちらの選出はね、この3人で確定なんで、一応色のね、互換性は取れてるパーティーにはなってますね。おお、いきなり後付きブッパマンまあまああれだよね、最近になって最速がね、見てわかるようになったんですけれども、今みたいな必殺技を打った後に後付きがあるないっていうのは結構知らない人も多いんじゃないかな。まあ実際自分で使ってみたり、あとは動画でね、実況者の方が言ってたりっていうので判断していくしかないんですけど、確実に射撃を待っておりますね。ほほ、突っ込んできたあ、ダメかベジータでしょ。まあ、外されてくる。で、あ、打撃だったら間に合ってたかな、今。打撃行きましょうか。なんか、ああ、射撃かなんか絶対打ってくるかなと思ったんですけど、そんなことはありませんでしたと。で。とりあえず、属性フリムコついてるんで、このまま受けていきましょう。まあ、特殊カバちゃん逆に温存できたのはでかいんじゃないかな。宝悟空がこれでもう特殊カバチェン無効2回使ったよね。一番最初出てたもんね。ああ、通常で抑えてくるそのまま居座らどうなんでしょうか。さあこれで特殊カバチェン無効をつけて、ビッグバンカメハメハまでつなげてボールを回収していきましょう。いいね。さすがに相手耐久が回ってないと思うんで、あ、今マジで、あ、今の、うお、マジか今も射撃をね、痛い。さあここはカバチェンが入っていく。さっきのスーパー17号の必殺に合わせて射撃入れると多分ね、特殊入れられるんだよね。マジかさあこれ一発で当てましょう。ここ OK そう、ベジットブルー本当使われてて思うんだけど、こいつ未だに強くないですか。でこのね、究極がね、ゴジブルよりもゴジボーよりも強い気がする。多分気のせいだと思うんだけどね。同じ、超特大の表記になってるんで、かわしてあげてちょっと回復しよう。見えたんでビッグバンカメハメハでいいですね。一応属性フリー向こうついてるんで、まあ、このままライジング行きましょうか。あ、究極でいいか。ちょっと余裕があるんで、究極どれぐらい入るか見てみたいと思います。さっきのファイナルカメハメハと比べてみてくだ、あ、結構いいダメージ入るな。思ったより入りましたね。あ、なんか待ってるわけじゃないんだ。即射撃、OK。あー、ゴジブルも究極打って、ちょっと見比べたかったっすけどね。さあ続いてやっていきましょう。お相手の方は劇場版パーティーですね。
ボージャックが赤枠ゴージータになってますね。どっちのがいいんでしょうか。で、あ、覚醒ブロリーも1か。まあまあ、相手が選出してくるのは、復活ご飯と、スーパーゴジータと、あと誰でしょうか。ブロリーか。まあまあ、こっちの色に合わせてくるんだったら、その色になるんじゃないかなという感じですね。いや、このさ、3体を一緒に使って弱いはずがないですよね。結構この辺は皆さんガチャ、しっかりと回して持ってる人も多いんじゃないでしょうか。結構ね、敵キャラとか復活系とか悪の系譜系とかっていうのは、やっぱ好きな人が回してるイメージがあるんですけれども、この合体戦士はね、周年での節目のキャラクターでもありますし、まあ、ゴジブルはレジェンズフェスティバルだったんで、周年ではないんですが、絶対みんなが回してるであろうガシャに入ってる人たちだからね。ダギキャン、あんまり、釣られないか。射撃、寄ってって射撃撃つかな。あ、釣られちゃった。今のは特殊でしたね。まあまあ、とりあえずこのまま受けていくしかない。まあ、ゴッドカウンターもちょっとどっかで見せたいですね。入らないか。ここは怖い。 OK、 最速取っていく。そしたらベジットブルーいきましょう。打撃がないのがちょっと辛いな。打撃引けないかな。引けない。特殊はね、ちょっと残しておきたいですね。できればベジブルーじゃなくてゴジブルーで使いたい。ファイナルカメマの準備して、おお、ブロリーがいるから多分特殊すごい持ってたんだろうな。打撃は釣れなさそうですね。てかピョンピョン飛んでるんで、多分通常が釣れるんじゃない。 OK、 マジか、居座ってくんのマジで一撃なんでそんなに引かなかったんだろうまあいいや、とりあえず、復活ご飯の一気を減らしていく。またちょっと通常で釣れそうだな。もう一発。OK。今の、あそこね、ゴッドカウンターできたら強いんだけどね。最速取っていく。そしたらこっちで行きましょう。特殊カバジェン向こう入れて、まあ、射撃適当にぶっ放して、ライジングですね。さあ、行ってこい。なんか一瞬長くなったけど、この特殊はさすがに読まれないんじゃないでしょうか。今使ったばっかだからね。ゴッドベジータのところ、このゴジフォーにアビリティが乗ってないから変えた方がいいのかな。でもそうするとね、ゴジブルに全開アビリティが乗らなくなっちゃうんだよね。まあ乗らなくても十分強いんだけどねって打撃が引けてればな。まあまあ、このまま落ちてもらいましょう。役割的にはゴジフォーが一番いらなかったかな。あ、読んでいくすいませんね。なんか特殊またぶ、あ、特殊ぶっぱしてきた人はさっきの人か。マジか、確定ですね。そしたらベジブルでいきましょう。ほら強くない、当倍相手にこのダメージ。スーパーゴージータでも受からないですねこれは。あ、対戦ありがとうございました。さあやっていきましょう。ライバル宇宙パーティーですね。ケフラ、カリフラが、ケフラじゃね、カリフラケール、カリフラ&ケールがいるのが羨ましいな。あ、緑2枚か。そうだよね、こっち紫いないし。で、青がいるってことで、あ、その選出もできるのか。で、ただトッポじゃないんだね。トッポ当たってないのかな。さあ、対戦よろしくお願いします。ちょ、マジで。さっきからさ、突っ込んできすぎじゃない。あー。回避が入んなかったな。まあまあいいとこで引きましょう。あ、これで特殊カバチン1個使われちゃったのが、ちょ、お前やばいだろ通常で抑えて OK。 今こっちもちょっと強気に居座ったんですけど、バフ消してアーツを全部捨てさせる。強っ、さすがに凸の差があったから。あ、この攻撃終わりに交代禁止つくの強いよな。
マジかよ。え、今のって必殺特殊かな、よくわかんないけど、外してあげて、ここまで行きましょう。あ、次年出てこないか。こっちで殴ってあげて一回止まりましょうか。うん、ゴッドカウンター使いたかったんだけど、あぶね。また特殊で行っていく。いや交代がね回ってないんでね。で、特殊カバチェン無効なのでこのまま殴っていきましょう。いいね、相手の次元貫突だったんですけど、さすがにこれだけ特殊とか入れてるんで飛ぶんじゃないでしょうか。持ってけ。これで持ってかなかったらちょっと残念火力かな。さあ超特大、惜しい。あ、遅かった。うわは、まだ、特殊カバチェン向こうついてるんで、消えたらゴジブル出したいんだけどね。何カウントついてんだろう。あ、でもどっちにしろダメだ、これ死んじゃうんでゴジブルに変えましょう。必殺か、あこれ究極じゃないよね。それは避けられますよと。あー、ライジングだと思ったんだけどな、危ねー。ライジングだと思ってベジブルに変えたんですけど、ライジングじゃなかったよと。これはもう普通に殴っていきましょう。いいところに殴ってライジングでバドスを飛ばしていくと。いや、ほんといいダメージ入るな、ベジブル。この3体の中で一番ベジブルが強いんじゃない？こいつがさ、やっぱさ、2周年の時に実装されたってことはさ、当時どんだけこいつが猛威を振るってたかっていうのが分かりますよね。ベジブルが誰でも使っても強いキャラクターで、ゴジブルはまあゴッドカウンター込みで使う人を、うほほほほ、究極で締めましょう。危ねえ、当てられた。さあ久しぶりに見るね、レジェンダリーフィニッシュ見せてくれそうですね。ここまでいったら切れないと思うんで。で、ゴジフォーがねどうなんでしょう。やっぱ防御タイプ、なんでゴジフォーが防御タイプなんだろう。できればやっぱ打撃タイプにしてほしかったですよね。そこがちょっと残念かな。はい、というわけでいかがだったでしょうか。本日はですね、原作最強といいますか、まあ、ドラゴンボール史上最強の3体を使っていきました。まあ個人的にはベジブルがだいぶ見直したかなっていう感じですね。未だに強い、こいつが本当に2周年の時に実装された時っていうのは本当に強かったんでですね。で、今持ってる人っていうのは多分ゴジブル、ベジブルぐらいだったら結構いるんじゃないかなと思いますので、皆さんもね、この全化アビリティっていうかアビリティ要因は他のキャラクターでもいいと思いますので、この3体で PVP 遊んでみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。